居間に行くとテーブルの上に食事が用意されていた。私の好きなオレンジジュースとヨーグルト、これだけ？ごめんね、あまね、作らしちゃって。いいよ、お姉ちゃんはここしばらくバタバタして疲れてんだからさ。それに作るってほど作ってないし。まあね。そう？オレンジジュースはグラスに入れただけだし、ヨーグルトはカップからお皿に移しただけ。うん。そう言いながら天音は肩をすくめた。こんなのなら誰でも作れるよ。そうだね。そう？オムレツにしようと思ったんだけど、失敗したスクランブルエッグとかがテーブルに並んでるしね。あ、よかった、まだあった。言われてテーブルの上を見直すと、確かに白いお皿にスクランブルエッグが並んでた。オムレツ、私が好きだから作ろうとしてくれたのね。アマネくん、優しい。ありがとう、アマネ。ところでさ、学校での状況はどう？なんとかうまくいきそう？多分。学校でって？お姉ちゃんの周りは何かと想像しいからさ、心配なんだよ僕は。大丈夫だよ。だいたいお姉ちゃんに関わってる人ってさ、まずリッツ先輩だろ。お、えらい、ちゃんと先輩つけてる。リッツくんはいい人だよ。そうかな、あんなそそっかしい人が今の状況を把握してるとは思えないけどな。そうかな。え、そんなことないよ。そうかも。上はさ、リツくんルートに行っちゃうよね。じゃあ下か。そうかも。う、そうかも。え、お姉ちゃんもそう思うだろ。うん。あまりの言葉を否定できないのが悔しいけど、確かにリツくんってそんなところあるもんね。大丈夫かな、これから。まあ、気をつけないといけないね。そうだね。アマネと一緒にため息をつく。まあ、なんとかやっていけるよ、多分。まあ、リツ先輩だけじゃなく、ハルミも問題だよね。ハルミくん？ハルミくんも？ハルミはお母さんに占ってもらってたじゃないか。これからいろいろ問題起こってくるかもしれないし。確かに。また？まあなんとかなるよ。そうかもね。上はさ、はるみくんルートだよね。じゃあ下か。そうかもね。そうかもね。確かに今の状況じゃ、はるみのことは一番気が重いよね。そうだね。あまりのため息になんとなく気分が重くなる。はあ、ほんとどうしよう。それに他にもいろいろ問題が。何？そんなにあったっけ？あるよ、ほら、美咲先輩とか。え、あまりくん美咲くんのこと知ってるの？ああ、そういえばなんか美咲くんは最近は切羽詰まった目で私を見てるよね。え、これ一人一人来るの？どうしてなんだろう、ちょっと怖い。これは上の方がいいよね。どうしてなんだろう、あれってどうしてなんだろう。あんまり話さないからわからないけど、これから話していけばわかるのかもしれないよね。それに久世先輩、あの人はちょっと面倒だよ。そうだね。来た。それはそう思う。何か理由があるのかも。これは上だ。それはそう思う。それはあまねの言う通りだな。母さんと同じ職業ってことで、なんだか妙に突っかかってくるし、そのうち家の事情に首を突っ込んでくるかもしれないし。ああ、ありそう。気をつけないと。それに梶原先生にはそのうち相談しないといけないかもしれないよね、担任だから。やっぱり担任だったんだ。てか梶原先生の頃結構当ててる。美術の先生だったり担任だったり。そして次選択肢だな。あれ違う、そうした方がいい？今はまだいいけど、あの人
妙に勘がいいところがあるし、何か気がついてるかも。そうかな。次選択肢でしょ。当たった。やっぱり気がついちゃうのかな。絶対に隠さなくちゃ。これだ。絶対に隠さなくちゃ。ダメだよ、絶対に隠さなくちゃ。そうじゃないといけないんでしょ。身を乗り出して聞くと、あまねがふーっとため息をつく。そうしたいのは山々だけど、あの人は食えない感じがするからな。わかる。梶原先生に隠すのって難しいかな。難しいかもしれないけど、まあお姉ちゃんの態度が不自然じゃなければ大丈夫じゃない？それすごい心配。すでに2日間で不自然かもしれない。どうしよう。まあでもこの数日ドタバタしてたけど、お姉ちゃん大丈夫そうだね。まあなんとか。今話を聞いてもそんなに動揺してないっていうか、いつも通りみたいな感じがするし。いつも通りかな。あまねが安心したのか、ほっとした顔をする。やっぱり心配されてたのかな、私。大丈夫よ、まだ2日しか経ってないし、何もわからないんだもん。何か分かってきたら不安になったりするかもしれないけど、その時は頼りにしてます。ペコッとあまねに頭を下げると、あまねは嬉しそうににっこり笑った。さてと、じゃあ食事にしよう。あんまり美味しくないかもしれないけど、食べないよりはマシだし。あまねくんが作ってくれたんだもん、絶対美味しいよ。そんなことないよ、あまねが作ってくれて嬉しい。いただきます。とにかく私は私がやれることをやろう。とりあえずは占いの勉強をして、それでこの家を守って、母さんのこと、その他のことはあまねが頑張ってくれてる。私は私でやれることをしっかりしなくちゃ。お姉ちゃんなんだから。いやね、あんまり強がりすぎるのも良くないよ。11月4日土曜日は青なんだ。てかなんでここに来たの。どうしよう。何、今更だけどどうしたらいいの。どうしたの。ついに来ちゃったよ、占いの日が。占いの日。準備はあまりが全部してくれたから、私は修行にだけ集中してきたよ。でもたった数日じゃ能力が覚醒した気がしないよ。お姉ちゃん、用意はできた？うん、心の準備はまだだけど。これで母さんに、さくらに見えるのかな。変装してるの？依頼人はミスの向こうにいるんだ。お互いの顔なんて見えないよ。あ、そうなの？じゃあ声は？一応母さんの真似はしてみるけど。お母さんの声？できるかな？風邪だってことにしておけばいいよ。風邪？ああ、なるほどね。見過ごしだと、これだけ明かりを落としてあっても、やっぱり不安だよ。明るいけどね。占ってる時の母さんは、すごく威厳があるっていうか、占い師のさくらであって、私たちの母さんじゃない。そんな印象があるんだもん。それと、耳元にこれをつけて。イヤホンから僕の声が聞こえる。アシストしてくれるの？聞こえる。もし対応に困ったら何度か咳き込んで、それを合図に僕から指示を送るから。ありがとう。あまね、頼りにしてるからね。情けないこと言わないでよ。はい、依頼人のデータ。ありがとう。政治家なんだよね。これが彼のプロフィール。占ってほしいと考えられる不安要素はこんなところかな。何？今日の依頼人は政治家の東堂さん。政治家に定年はないみたいだけど、すごいおじいさんだ。写真もやっぱりお年寄りって感じ。政策は評判良くて、周囲からは続投を望まれている。本人はそろそろ引退を考えているけど、
できないみたい。不安要素は講演会の期待や後継者問題。つまり自分の身の振り方を占ってもらいたいわけ？政治家に適当なこと言えないよ。だから具体的な答えは言わないようにするんだよ。曖昧な言葉を並べてその意味は相手に考えさせればいい。そんなことでいいの？相手に考えさせる？連中は口の固い人間に悩みを相談したいだけなんだよ。そうなの？占い師には守秘義務があるって母さんも言ってたよね。全部吐き出してお告げさえもらえれば気が済むんだ。結果なんて良くても悪くても自分に都合よく受け止めるよ。そうかな。そんなものかな。そう思えば気が楽だよね。まあね。確かにそうとでも思わないと占いなんてできないよ。そうだよね。私に桜に言われたからってその通り従うとは限らないんだ。いや、従うんじゃないの？本当にやりたいことがあるなら誰に反対されても自分の意思を通すよね。そうだね。そう思うことにしてもやっぱり怖いよ。ほら、依頼人が来たよ。僕は裏にいるからね。もう来たの？わかった。ここまで来たらやるしかないんだ。深呼吸して落ち着いて。東堂様ですね。お入りください。ああ、そうか、喋らないんだっけ。では失礼します。本日はご神託をいただきに参りました。桜先生、よろしくお願いします。はい、どうぞおかけになってください。お気遣いどうも。最近年のせいか足腰が不自由でして。はい。うわー、写真通りのおじいさんだよ。言葉遣いは元気そうだけど少し姿勢が良くないのが見過ごしにもわかる。足腰がって本人も自覚してた。あまりのデータにも健康面について注意しておけばいいって書いてある。つまり健康とか体調はどうか念じて占えばいいのかな。では占いを始めましょうか。さくら先生、お声がいつもと違うようですが。ドキ。ええ、少し風邪気味なので。それはそれは、私は日頃からの鍛錬の甲斐あってこの年でも病気知らずでしてね。ありがたいことです。ああ、それは素晴らしいですね。それは結構ですね。全然元気じゃないのよ。一時期は引退も考えましたが、まだ後継者が育ってませんからね。今日はそのあたりを占っていただきたい。はい、わかりました。わからないよ。そんなことあまりも予想してなくもないか。後継者のことは聞かれても触れないでいいって書いてある。そうだよね。私には目の前にいる東堂さん自身のことじゃないことは占えない。とにかく占ってみるしかないんだ。では占います。落ち着いて息を沈めて、意識を一つに集中する感じにして。私には見えるって強く念じるんだ。東堂さんのこと見えるはずだから。ダメだ、見えてこない。東堂さんのこと何も見えないよ。言葉もイメージも全然浮かんでこない。やっぱり私に占うことなんて無理だったんだ。でもここで黙り込んじゃダメだ。あまりの言ったみたいに何でもいいから何か言わないと不審に思われちゃうじゃない。適当なこと言うの？さくら先生。はい。東堂様、あなたの未来ですが、どうかなさいましたか？まさか言いにくいような不運とか。いえ、そうではなく。ああ、もう限界。困った時のあまねへの合図は確か、咳。
お姉ちゃん、どうしたの？もしかして何も言えなくなってる？正解。じゃあそのまま倒れるんだ。気を失ったふりをして。そんなことしたら東堂さん入ってきちゃうよ。気を失ったふり？とにかく倒れればいいのよね。やるの？やっちゃった。さくら先生、一体どうなさいました？うわ、東堂さん慌ててるけど水に近寄ってきそうだよ。水をまくられたら倒れてるのがさくらじゃないってバレちゃうじゃない。大丈夫です。ですからこちらには来ないで。しかし水に結界が張ってあるんです。無理やりすぎる。本当はそんなもの張ってないんだけど。適当に言っちゃったけど効果があった？そうそう、それ以上こっちに来ないでよ。あまねってば何してるの？何？早く助けに来て。びっくりした。なんだこの音は。急にやめてよ。警報器みたいな音、これって何？もしかしてあまねくんがやったの？もしかしてあまね？失礼します。あまねくん。君は誰だね？息子のあまねです。母がさくらが緊急事態を告げてきたので入らせていただきました。あまねくん、来てくれてありがとう。緊急？そうなんだ。占いの最中に突然倒れられて。母さん、大丈夫？大丈夫。あの、さくら先生は？意識はあるようです。すみません、母はこのところ体調を崩していまして。そうなんです。そういえば風邪を患っておいでのようだったな。痛々しく咳き込んでもいらした。実は母は先ほどまで特に伏せていたのです。え？しかし東堂様の依頼はお断りするわけにはいかないと無理をしてここに。あまねくん、あまねってばすごい演技力だよ。東堂さんしっかり納得してる。まあこれじゃあ仕方がないか。そういう事情を言っていただけたらこちらから遠慮しましたよ。今日はもうおいとましますのでゆっくり養生してください。お気遣いありがとうございます。占いの途中でしたのに本当にすみません。よかった、これで帰ってくれそう。でもまだ動いちゃダメだよね。そうだね。東堂さんが出ていくまでこのまま。ではさくら先生、お大事に。はい、ありがとうございます。東堂様、母からの言伝です。ご健康にお気をつけくださいとのことです。おお、そうですか。では近いうちに一度医者に見てもらいます。ことづてって、私何も言ってない。これもあまねのアドリブ？ああ、やっと帰ってくれた。もう戻ってなんて来ないよね。もういいよお姉ちゃん。うん。ああ、怖かったよ。それは僕のセリフだよ。そうだよね、ごめんなさい。よく見えなかったけど東堂さん怒ってた？母さんの信用を損ねちゃったかな。その心配はいらないと思うよ。あのくらい驚かせておいた方が効果的だ。そうかな。効果的って占いはしてないのに？不満に思うどころか優越感に浸ってるはずだよ。優越感？そんなものなのかな。あまねの演技を信じた東堂さんは、さくらが自分の依頼のために無理をしたと思って帰った。そんな優越感から占いが中途半端でも不満には思わない。つまりあまねは私が失敗することまで計算してたってこと？だとしたら頭いいな。あまねって心底黒いよ。失敗しちゃったのはもう仕方がないよ。でも
今度はしっかりしてよ。うん、わかってるよ。次の占いは1週間後。それまでにもっと修行しておかなきゃ。ふう、今日も一日なんとか終わった。こんな気分で一日終わるのなんて最悪。なんかこのまま進んで大丈夫なのか不安になってきちゃったよ。はあ、今のこの気持ちをあまねに話してもあまねも不安になるだけ。でもやっぱり不安。誰かに聞いてほしいな。誰かってりんちゃん？でも何？え？敬語、律、道純、晴美、梶原。なんで梶原先生以外下の名前？律くんと晴美くんはわかるけどさ。いや、ここは美咲くんに行こう。敬語くん、元井美咲くん。なんだか一週間疲れちゃったな。もう寝ちゃおうかな。え、何の選択肢？わっ、もしかして美咲くん？急に電話が。誰だろう、こんな夜遅く。お、もしもし、美咲だが、桜さんはご在宅だろうか。美咲くんだ。てかこの感じからすると、やっぱり美咲くんってお母さんのお客さんだよね。え、美咲くん？母さんは今ちょっといなくて、ごめんなさい。美咲くんから電話が来るなんて。どうしよう、動揺して声が震えちゃってるかも。いないのか。いつ戻ってくる？ごめん、わからない。ちょっとわかんないかも。母さんに何か用だった？いや、気にしないでくれ。じゃあ。ああ、うん。え、美咲くん？切れちゃった。何だったんだろう。なんか気になるよ。11月5日。はあ。ここどこ？おしゃれなお店たくさんあるけど、街は賑やかだけど、私の気持ちは一向に浮上しないまま。りんちゃんが外出に誘ってくれたけど、やっぱり楽しめるような気分にもなれないな。りんちゃん優しい。とぼとぼと足を進めていくと、待ち合わせの場所にたどり着く。そこにはすでにりんちゃんの姿があった。りんちゃん、お待たせ。ごめんね、ちょっと遅くなっちゃった。私も今着いたところ。大丈夫？大丈夫。うん。その返事じゃ大丈夫じゃないわね。無理に誘っちゃってごめんなさい。そんなことないよ。そんな、りんちゃんは私を気遣ってくれただけなんだし、ありがとう。映画でも見て気分転換する？最近 CM たくさん流れてる作品面白そうだったけど。じゃあそれ見よ。映画か、嫌なの？それも悪くないかな。ひとまず買い物が終わってから決めましょうか。うん、うん。あ、そうだ、ねえりんちゃん、聞いてくれる？どうかしたの？うん、ちょっとね。実は昨日ね、うちに美咲くんから電話があったの。美咲くんって美咲敬語？うん、やっぱりりんちゃんも驚いたみたい。だって美咲くんってクラスメイトとは思えないほど近寄りがたい存在なんだもん。うん、その美咲くん、私も最初はびっくりしちゃってさ、すぐには分かんなかったよ。それで何か言われたの？うん、母さんに用事があったみたい。美咲くんも母さんのお客さんだったのかな。きっとそうじゃないかしら。彼の家ってすごく大きな企業でしょ？そうなの？あれって本当なのかな？美咲くんが社長の仕事もしてるって噂。そうなの？だとしたらすごいな。もちろん本当でしょ。確かこの近くに会社もあったはずよ。そうなの？じゃあ見に行こう。そうなの？りんちゃんたら何気に詳しいんだ。
しかしてりんちゃん、実は美咲くんのことを気になってるとか？バカね、そんなはずあるわけないじゃない。彼の家のことならみんな知ってるんじゃないかしら。あ、そうなの？りんちゃんってば、あきれ顔。本当に美咲くんには興味なんてなさそうだわ。よかった。そっか、そうなんだ。何？そういうあなたこそ美咲くんが気になるとか？え、まあ、え、りんちゃんはちょっと怖い顔で私を見つめてくる。まるで問い詰められてるみたい。え、実はちょっと気になる。気にしたことなんてなかった。わからない。これは一番上だ。実はちょっと気になる。目立つから気になるっていうのはあるよ。みんなだってしょっちゅう美咲くんの噂は知ってるでしょ。素直に告げるとりんちゃんの眼差しは和らいだ。彼の存在感ってクラスの中だけじゃないものね。校内でも特別に目立つ存在だし、気になるのは当然ね。校内？そうそう、ちょっとした憧れの存在っていうかね。え、それ初耳よ。あなた、美咲くんに憧れてたの？ダメ？あー、え、いや違うよ。なんとなく。カーッと頬が熱くなってくる。私、何言ってるんだろう。もう、恥ずかしい。やだ、ムキになって否定するあたり怪しいわ。ちょっとリンちゃん、違う違うの、リンちゃんってば。まさかあなたのタイプが美咲くんみたいな人だったとはね。悪い？リンちゃん、面白がってるでしょ。あら、バレちゃった？リンちゃん、もう、リンちゃんのせいで美咲くんのこと変に意識しちゃいそうだよ。私はただ時々どこか切羽詰まった眼差しを向けてくる美咲くんがほんのちょっと気になるだけだもん。本当に？けど私には正直に教えてくれたっていいんじゃない？例えば顔が好みとか。まあかっこいいとは思うけど。りんちゃん、もうやめようってば。本当にあなたってば可愛いんだから。話をしていたらもうすぐ美咲くんの会社の前よ。え、そうなの？え、さっき言ったでしょ、この近くだって。うん。おお、りんちゃんが示す先には大きなビルがそびえ立っていて、私はすぐにはそこが美咲くんの家の経営する会社だとはわからなかった。おお、大きそうな会社だね。え、あそこなの？本当に知らなかったのね。この道いつも通ってるのに。うん。だってまさかこんなに大きなビルが美咲くんの会社だなんて。目立ちすぎて逆に気づかなかったわけね。そう、それ。呆然とビルを見上げていたその時、私たちの横を通り過ぎた一台の車がビルの前に停車した。もしかして美咲くん？おお、かっこいい。車から降り立った人物を見て、私とりんちゃんは思わず立ち止まってしまう。おお、スーツ姿似合う。でもこれだけじゃ社長ってわからないな。そこに現れたのは美咲くんだった。仕事のためなのか、美咲くんはスーツを着込んでいて、学校で見かける制服姿とは違う大人っぽい雰囲気を漂わせている。お休みの日も仕事か。ただその横顔に浮かぶ近寄り方さだけは変わらないんだけど。やっぱり目立つわよね、美咲くんって。そうだね。りんちゃんの声にハッとして我に返る。やだ私、何？美咲くんに見入っちゃってた。あ、そうなの？けど本当、美咲くんって雲の上の人みたいなんだよね。あの見た目で頭もよくって、しかもお家は大きな会社を経営してるって。あ、こっちに気がついたわ。どうする？隠れる？
どうしようどうしようって、別に美咲くんは私たちなんて気にしないでしょってこっち向かってくる。来てるの？恋を潜めた凛ちゃんが上品な笑みを浮かべた。普通の男子だとこの微笑みの前じゃ太刀打ちできなくなっちゃうんだけどね。こんにちは、美咲くん。こんにちは。こんにちは。あ、挨拶してくれるんだ。私はてっきり鼻であしらわれるんだと思ってた。ごめんね。え、何？美咲くんの視線が思いっきり私に注がれてる？そうなの？どうしよう。挨拶。緊張して声が出せない。少し意外だわ。美咲くんが私たちに気づくなんて。ね。そうだね。うん。おろおろしている私に気がついてるみたいで、凛ちゃんがさりげなくフォローを入れてくれる。ありがとう。偶然だな。そうだね。だね。まさかここが美咲くん家のビルだったなんて知らなかった。美咲くんは日曜日なのにお仕事だったり？ああ、あまり曜日は関係ないな。お前たちは買い物か？うん。それで偶然通りがかって正面から見つめられて心臓がドキドキしてきた。だってこんな風にまじまじと美咲くんの顔を見るのって初めてなんだもん。この前は見れてなかったの？お前に聞きたいことがあったんだ。何？聞きたいこと？実は先日からさくらさんと連絡が取れないんだ。どうしたら連絡することができる？お前に伝言を頼めば伝わるのか？それは…それは占いのこと？美咲くんはお母さんのお客さんなの？ああ、幼い頃から世話になっている。そうなんだ。晴美くんと同じだね。知らなかった。母さんたら美咲くんが小さい時から占いしてたの？そんなこと一度も話してくれなかったよ。そりゃ守秘義務があるからね。それで彼女には定期的に占いに来てもらっていたんだが。あ、そうだったんだ。ごめんね。母さんちょっと体調崩してて。それでそう、だからさくらさんの代わりに占いができるようにってあなたが頑張ってるのよね。うん、そうなの。凛ちゃん、何言い出すのよ。私占いなんてまだまだなのに。昨日も失敗で自信も持てないし、手伝えたらいいなって程度で修行も始めたばっかりだし、まだ全然ダメなの。だから期待しないでね。そうか。考え込む美咲くんは納得しているようで割り切れていないような感じがした。私がまだ占う能力を身につけてないって知ってはいるもんね。修行をすれば占えるようになるのか。多分。美咲くんはまるで独り言のようにつぶやいている。触れないでおこう。あの人秘書だったんだ。圭吾様、お時間が。ああ、すまない。部下の人なのかな。なんかすごい、美咲くんって本当に私たちとは世界の違う人みたい。また学校で。またね。そっけないくらいにあっさりと美咲くんは立ち去ってしまって、ちょっぴり残念かも。いつまで美咲くんの背中を見送ってるの？やだ、違うってば。どこが違うの？ぼんやりとしちゃって。そんなことないよ。それより凛ちゃん、どうしてあんなこと言ったのよ。私占いに自信なんてないのに。ささやかな協力をしてみたつもりだったんだけど、美咲くん妙に占いに固執しているようだったから。そうだね。確かに美咲くんは占いにこだわっているようなところがあったような。定期的に占いをしてもらうって言ってたけど。けれど
少し意外よね。あの美咲くんが占いを信じているだなんて。そうだね。うん、しかも母さんに占ってもらってたなんて。すごく遠い存在だと思ってたのに、こんなところにつながりがあったなんて。あなたにとってはいいチャンスなのかしら。美咲くんと近づけるんじゃない。そうだね、修行頑張ろう。そんなこと考えてないよ。私は凛ちゃんと遊んでる時が一番楽しいの。そう？そう言ってくれるのは嬉しいわ。凛ちゃんは微笑んでいるけど、どこか寂しそう。え？やだな。本気で私が美咲くんを気になってるって思ってるのかな。まあそうなんじゃない？凛ちゃん、お腹減った。私朝食べてないの。先にお昼にしよう。はいはい、行きましょう。うん。何を食べようかなって考えながらも、私は美咲くんの姿が消えていったビルを気にせずにはいられなかった。